そんなものは。 大丈夫か? ヨナ。 心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。 待ってろ。何か食べられるものを見つけてくるから。 その本には触るんじゃないぞ。絶対に。クソ、何体いるんだ。 ヨナには指一本触れさせない。 守るんだ。
黒のその力。大丈夫か？ヨナ！お兄ちゃんこそ。
そんなやつら、なんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー、ヨーナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ、小さい方を。うんうん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで。 じゃあ、行ってくるよ。ヨナも一緒に行っちゃって。今日は狩りをすることになると思うから、やめておいた方がいいな。帰りにまたヨナの好きそうな本を借りてきてやるから。ありがとう、ヨナ。じゃあ、行ってくるよ。 ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。
今日もポポルさんのところへかな。ポポルさん、今日こそあなたのところ。この書物からは過去の素晴らしい技術が読み取れるんだが、お父さんもお母さんもお仕事でいつも忙しいの。昔の人はすごくたくさんの本を書いてたんだね。でも変わった字が多くて読むのが大変だけど。鍵がかかって、おはよう。最近ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って、必ず役に立つわ。それからついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？お金が余っちゃうよ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。羊の肉を3個と薬草を3個、よろしくね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて。僕ら、ポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね。うん、わかった。ポポルさんに頼まれて本の整理をしてるけど、量が多くて困るわ。じゃないか。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探してたの。ヨナ大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も
人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ、妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。この広場すべてを畑に作り変えれれば、若いと無理をしがちじゃが、